今日はねこの事件このフェイクニュースですねこれを見ていきたいと思いますけども山形のね、えー、東根市というところであった事件ですね先月の事件なんですけども、えー、犯人が見つかったということでねあまあ容疑者ですけどもね一応ねまあ私はやらせ事件だと思ってますからまあこの人はクライシスアクター。 とと思思っててまますすけどもねねこの事件を、ね、見いいいきたいと思いますでその前にですね昨日昨日ですね私この動画をアップしようと思いました、えー、6月14日もうすぐです、えー、今日が13日なので明日ですね、まあ、現地時間まあその場所の現地時間ということなんで 6月14日アメリカなら15日ですね日本時間で言えばねまあその日にねトランプが暗殺されるんではないかというねこういう予想をね、えー、ちょっとしてみたんですけどもそういう動画をねアップしようと思ったんですけどもちょっとあの数日の方でね、えー、計算間違いがありましたスペルミスでねミススペルっていうんですかねえー、それで一旦これはね、えー アップするのを控えておきたいいと思います、えー、オルティスねこれが、えー、銃撃されたということでねでオバマが出てきたりオバマがコメントしたりとか、えー、そして、ね、あのヘリコプターのじ事故もありましたよねあれもニューヨークでトランプタワーの近くとか、えー、それとかね、えー、その操,操縦士のね、えー、名前 名前とかねその辺が絡みましたオルティスに、えー、ヘリコプターの事故、うん、どちらもね、えー、ケネディの名前がね、えー、ちょっと出てきましたキーワードとしてねなのでね、えー、もしかしてそういうやらせがね暗殺のやらせがね起こるんではないかそういう動画をね、えー、アップしたんですけども。 まあちょっとねこういう予想というのはね外れる可能性もたくさんありますからそしてそういう時にねえ上げ足を取ら,取られますからね、えー、なのでね今回はちょっと控えておきたいと思います、この動画ねトランプの暗殺ね6月14日、えー、明日日本時間海外ではあさってということでね。 まあわかりませんねでもねこれもしかしたらあるかもしれないということでねケネディつながりそして、まあ、この変な事件ですねオルティスの銃撃事件とかオーバーマーが出てきたとかあと数比が絡んでますねヘリコプター事件も33が出てきてます TM, TM の TM ですねこれが33ですからパイロットの名前ね どっちもやらせ事件ですね、オルティスのやつもやらせ事件、こっちも数字出てますね、88ですから、トランプの数と一緒ですからね、えー、オルティスっていうのはね、えー、それで6月9日ですから、オルティスの方はね、そしてヘリコプターの方は6月10日だったかな、10日ですけど、なんか66が絡みますよね、あれね、確かね、うん、なんか数字が絡んでました、えー、日付の方もね。 えー、ということでねまあどちらもやらせということでこれがトランプの暗殺につながるんではないかとオルテスが銃撃されたっていうのもありましたからねそれをニューヨークでヘリの事故があったということでねまあそういう予想をしたんですけども、えー、一応これはね、えー、非公開ということにさせていただきますということでねこの矢口千恵美の事件にね えー、戻りたいいと思いますこの事件ね、えー、先月の19日でしたねの早朝の事件ですねこの矢口千恵美という人がね殺害されたということなんですけども眼界ですね、えー、これは、まあ、これ読みましょうか県警によるとね、えー、加藤容疑者あこれも容疑者ね、えー、犯人 19日早朝東根市さくらんぼ駅前3丁目のマンション2階の矢口さん方に侵入し矢口さんの頭などを鈍器で、えー、繰り返し殴って殺害した疑いがあると、えー、事件は同日午後5時50分頃矢口さんと事前に約束があって訪ねた福島県に住む40代の弟が。 今で頭から血を流して倒れている矢口さんを発見し110番通報をして発覚したとその後司法解剖の結果矢口さんの死因は頭部を強く殴られたことによる頭蓋内損傷だったことが判明しているともうこれいっぱい絡んでるんですね他の事件とかね他の人のキーワードにねまあ、見ていきましょう。えー、室内からは血のついたゴルフパッド ゴル,フゴルフクラブのパターが見つかったほか付近の防犯カメラには矢口さんの死亡推定時刻の19日19日早朝にマンションに出入りする人物が映っていたと現場は山形新幹線の停車駅でもある JR 大仙川のさくらんぼ東根駅の東約3 0 0メートルと。 東東です、ね、まあこれたくさんね、えー、なんかやっ入ってますなんかねいろんな人のキーワードがねえー、まあこのさくらんぼ東根駅ですけどねこのさくらんっていうのがねちょっと気になりますよねこ字が似てますよねさくらんぼとさくらんとねこの関連性ですね。そして でこれはね、えー、先月18日、えー、最後にね、えー、携帯紛失を連絡してまあ、これで最後の連絡だったということなんですけど知人に電話したんでしょうかね18日ですね、えー、事件前日ということなんですけどこれね最後最後の日というのはねこれ33になりますね22時30分 これ合計するとね5月18日ですから、ね、これ33になりますその後も連絡はないあのないわけですね、えー、これもちょっと読みましょうか、えー、2階の矢口さん宅に侵入し頭など何らかの鈍器で多数回殴り殺害した疑いで逮捕されたあ逮捕された矢口さんは頭に、えー、複数の傷があり死因は預かれないな損傷だった関係者によると 19日午前5時ごろ矢口さんのマンションに入る男の姿が付近の防犯カメラに映っていたと。男はマンションの3階に上がってあ3階出てきましたね3が出てきました廊下をうろついた後2階に降りてき降りてさらにうろつき矢口さんの部屋に入っていったと。ドアをこじ開ける様子はなかった男は午5時半ごろに部屋から出て 出てきた方向とは逆の JR さくらんぼ東根駅の方向へ立ち去ったという矢口さんは1人暮らしでマンションにオートロックはなかったとこれオートロックに住んだ方がいいですよというねそういう宣伝ですねステマですねえー、逮捕容疑は、えー、5月19日早朝えー、これはね 19202122232425262728なんですけども28日はね、えー、川崎の殺傷事件がありましたその28日を最終日のね28日を入れないで計算するとその間隔っていうのはね9日間ですね9が出てきます。 さくらんぼ駅前にあるマンションの矢口さん宅に侵入し頭などを何らかの鈍器で多数回殴り殺害した疑いと矢口さんは同日5時50分ですね55、ね、とか出てきました 2LD 系のマンションの一室で頭から血を流して死亡しているのが見つかった頭部に複数の傷があり司法解剖の結果死因は使えない損傷が判明したと。 捜査本部は延べ2200人、ね、また22位ですね捜査員を投入し聞き込み捜査や防犯カメラの解析を徹底と矢口さんの周辺にトラブルがなかったかなどの確認にもうすぐ進め12日になって加藤容疑者を任意同行し逮捕した捜査関係者によると矢口さんと同容疑者の接点は確認されていないという、ね、接点が確認されていない誰でもそういうね え危険性があるっていうり込みですねそしてね、えー、5月19日はちなみに 17+ プラスの1で1818 18に9足して27ですからこれも9になりますね279ですねあ27っていうのは2と7足して9まあ27っていうのは3句27ですから999の反対にしたら666。 まあ5時50分ね55と22で77とかねそういう感じでゾロ目が出てきます、えー、これ前撮ったやつですけどもこれ、あのー、マンションの玄関でしょうね玄関先19日夕方、ね、5時50分マンションの室で石矢口千恵美さん50の遺体が見つかるとね これよくく見てみてみださいこ,れここにね ABCDEF は見えないけど GHHIJK とかでなんかもう並べてるだけですよねこれただねただその辺に適当に並べた感じしません順番にねもうこんなにね かか証拠になるああれがありましたかここに玄関に何か適当に置いたって感じがしますよねえ殺害された眼科医矢口千恵美さんですねこの写真ですねえこの千恵美ねこの人と被ってますねえこれ川崎の事件ですね小山智39歳 ね、栗,栗林アナコさん2人が亡くなったってことなんですけどもね18人が負傷で、ね、18が負傷2人が死亡ということでねこの小山聡氏っていう人がよく出てきてましたけども川崎殺傷事件まあこれもね、えー、次の山里につながってるわけですけどもね山里良太の結婚ですね青いうとのねここに山里が隠れてますね小山里氏。 王を取れば、山里、山里氏、ね、山里氏になりますね。山里亮太と、山ちゃんこと山里亮太と絡んでるわけですね。まあ、栗も絡んでますし、林も、林は林地林に絡んでますね。これエグザイルの。えー、結婚したというね、昭が結婚したというね。まあ、栗はね、栗原恵とかね、その前にあった事件、えー 栗原みやちゃん虐待死事件とかねこういうの全部名前が絡んでますねまあそれでねこういう感じですよね小山智の里根本智樹の里、ね、矢口智恵美の里これね令和になってから令和になってからこういうのがね加速してねもう 名前遊びがひどい状態になってます今、ね、これ根本智樹ね、えー、これも令和後に事件になったのかな、えーまあ、話題になってました令和後にねこのポ,ポーズもねイルミナーティのポーズですけどもフリメソリのポーズですけども、ね、この根本ねえー、根本智樹ねサニーライフ来た 品川のね老人ホームで有料老人ホームでのね殺害事件ね亡くなったのは黒沢喜八郎でこの黒もね沢もね今度つながっていくんですけどもこの事件とねそして、えー、根本といえばこの人ですね最近話題ね根本拓実、ねえー、この人ね、えー、福島県郡山市ですね、えー、大和郡山っていうね奈良の方でもね、えー やらせ事件がありましたけども <laughs>、ね、その郡山とも絡んでますね。でね、えー、福島県の兄弟がね訪ねに来,来たわけですよねあの自宅の方に矢口千恵美の。ということでね、えー、福島つながりですよねこれもね,ね元匠ね東ねあこの。 この人はね東根氏ですから矢口千恵美という人はね東根ですから根が入ってますこのね、えー、友の字も入ってますけども、えーね、根も入っているわけですね東根氏のねこの根本匠根 <laughs>、ね、つながりですね最近はパンプスの問題ありましたねえー、グラビア女優のライター石川 あこれは何ていうのかな「夕美」ですか何かわかんないけどこの人石川にね川の字と石の字が入ってますね川崎の事件ですね石はフリーメイソンリーの石区石区ですよねの石が入ってますよねまあこういうものがね急に出てくるわけです根元に絡んでね 全部ががりがありあますフリーメイソンリーが石川崎は川あ川は川崎そして根本がね根本厚労大臣が、まあ、これでんか意見を言うわけですけども、ね、なんかで、ね、容認するわけですけどもねでこの人が反対すると反対の署名活動してると、ね、こういうのもストーリーをね全部もう作ってるわけですね最初から。 りりくどいやり方や方ってます本当 <laughs> もう一つありましたこのね事件に関連してね安易に引きこもりと事件を結びつけることは慎むべき根本匠厚労省が一部の報道などに苦言とね最近話題です、えー、それからあこの犯人の方は加藤弘樹ですねこれももね犯人の方も まあ「富士」っていうこの字は日本には多いかと思いますけどもこれ使った名字とかね多いと思いますけどもね非常にねこのや最近の事件に出てきますこれねあのおかしいですよね。うん まあ例えばね、えー、この藤原和也っていいますねこれ最近の札幌であった虐待えー、あれ名前なんだったかなえー、うんあこ小鳥ちゃんか小鳥ちゃん事件ですね虐待死事件ねこの小鳥っていうのも小鳥の母親のえりりかりなりなもねえー まあ別池袋の事件から取ってますけども <laughs> この、えー、交際相手藤原和也、ね、これも藤が使われてます矢はね、えー、岩崎弥太郎かなんかじゃないですか、えー、岩崎はね、えー、川崎の事件で出てきてましたそして佐藤麻美、えー、これはね、えー、山形と秋田の県境で事件がありました車がね崖下にね パトカーに追跡されてそれでね、えー、逃げて、えー、そして崖下に落ちる 40m だったかな 40m ぐらい下にね崖下に落っこちるというねそして、まあ、この佐藤麻美というのは前もって死んでたっていう話もあるんですけども、まあ、それの塔が出てますね佐藤の塔ですね、えー、これ秋田の人でしたねでねこれまた秋葉原にもつながっていくわけですね そして加藤智大、これ秋葉原の事件ですね。秋篠宮、秋葉原事件ですね。えー、<laughs> まあ秋篠宮は多分関係してると思うんですけど。そして今回、逮捕されたのがよ、逮捕というか容疑者になっているのが加藤大輝ですね。ね加藤大輝と加藤智大。 ね、広,広まであってますね読みの広字は違いますけど読みの広まであってます、ね、そして斎藤哲,岡哲,哲郎かなこの人はね借田首相の理事長でしたねあの会見開いてましたで女性の方がね内藤貞子でしたこれも借田首相のね川崎の事件の校長でした で最近ではね斎藤英治っていうのが指名手配でね今 <laughs> 全国指名手配になってますこれは奥さん殺したかなんかだったんですからねそして藤原日菜子この人がねシャンシャンのレポートをやってましたシャンシャンというのはね「薫」香るに「薫」って書きます薫薫ですねこの「薫」という字もね「えー、匂いますよ」と「ぷんぷん匂いますよ」っていう意味なんですね えー、これ香港とかに繋がってますしね今デモがやってますし、えー、他にも薫出てましたよねなんかでね、えー、高橋薫っていうのがいましたねスリランカでね、えー、死亡したという人、うん、それがねモント薫ですねこのシャンシャンの薫と一緒ですでそれをリポー,ターしリポートしてたのが <laughs>、えー、藤原日奈子という人ですねテロップにありましたそしてこの シャンシャンが今2歳になるんですけどもこの2歳っていうのはねこの札幌の事件と関連してます片や虐待士片谷小鳥ちゃんは、ね、子供を取るの小鳥ですけどもねこれはえー、虐待死と2歳でね、えー、片やねシャンシャンの方は、えー、今度2歳になったと。 そういういディアリティをねやってます必ずこういうね正反対なデュアリティが出てきますこういう事件にはね。そして伊藤典子っていうのがね最近、えー、先日前にね先日だったから、うん、新潟長岡末広ってねこれスーピタゴラスーだったかなこれ119なんですけどね。 えー、11時45分に何、えー、か連絡あったとか何かそういうとかありましたけどこれも11時45分も11と9になりますからね4と5たちはば9ですからそれがね、えー、息子3歳ひかるちゃんかなひかりちゃんかひかるちゃんをね虐待しさせたとそういうのがね今話題あのニュースになってますまあほかにもねたくさんあると思うんですけどねこうやってね、えー 富士の字もね結構出てきてきます、ね、光るっていうのはね光る光になりますから、えー、イルミナーティのことですねイルミナーティね光ですからまあそういうことです名前つながりがたくさんありますね大学生加藤弘樹、えー、かな宏樹、ね、23歳この23歳というのもね えー、2 3、ね、かけると3六、えー、6 9になりますよね69ってね66とか99に、えー、絡んあのむあの向きを変えたりするとね69になるもう69っていうのもねフリーメイソンリーナンバーですからよくね69歳で亡くなったとかね、えーえー、芸能人とか。 まあ、ハリウッドとかそういうのでありますけどもデビッド・ボーイもそうだったかな69だったかなあれも嘘でしたけどもねえー、69っていうのはねよくあの死ぬ、ね、年齢が大体そういう年で死んでもおかしくないということでまあそういうやらせのね偽装死偽装死にね、えー、使われますよね。 えー、山形大学4年の加藤宏樹23歳ねこれ日本人ですかこれなんか日本人じゃないかもしれませんこれなんかちょっとね見た感じどうですか日本の人ですかこれちょっと目がねちょっと釣ってるような感じしますけど、えー、これ秋葉原通り魔事件ね、えー、6月8日6月8日と。 あこれから換算するとねまた6月8日に絡むかもしれませんねこの、えー、東根の事件ね矢口千恵美の事件、えー、秋葉原、ね、加藤智広35歳、ね、これ17が絡みりますね17ですね創価学会の数ですねそしてこれ血がついていないとね 加藤,也あ加藤智弘加藤智弘のねこの「唐」をねよく使ってるんじゃないでしょうかねこれにちなんでね、えー、この「唐」の字をよく使ってるんではないでしょうかそれかうあまあまあてああでああ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 あいああ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 あ まあ皇室にもね関係してます。例えばね今の「の友」の字ですけどもねこの「友」の「友」の字がありましたよねあれどこ行ったっけなね今ね話題になってますよね上皇上皇后ね皇后でなく今上皇后になってますけどね美智子美智子皇后です上皇后ですよねこの手術をするとか何か言ってるねえー その血が入ってますね。ミチコの血が入ってますね。チエミにも実が入ってますけどもね。チエミとミチコね、こういうつながりがありますよね。えどこまで行ったっけな。これか。ここも行ったね。ここも行った。これもやった。ええー、と次はこれ。あその加藤ですね。加藤の数比ね、四十七があアルファベット換算で出てます。 ピタゴラスで11が出てますね。カルディアンでは14が出てますね。まあこの47がね、有力なんではないでしょうか。ね、47コンパスの角度ですね。開いた角度ですね。フリメソリロゴですね。ジョイ殺害、防カメ操作で浮上、接点はと。ね、こういう風な感じで防犯カメラが。 あったから良かったんだ防犯カメラをつけてつけてた方がいいねいいんですよっていうねまあまあこれもまた擦り込みですね。えー、この人ね矢口チセミ今度の写真はね紫を着ていますね。これ三あの V の字になってますよね。ね V V の字になってます。まあ逆三角形の形でもありますよね。 まあこういういのねわざと見せるわけです。で矢口さんはハキハキハキしてすごく良い先生だったとこの人紫着ていますなんか口も紫っぽいなまあこの人はねたまたま紫かもしれませんけど私はそう思いませんね、えー、クライシスアクターなんではないかとねクライシスアクター証言者ではないか ね、知人じゃないかと。そういうふうに思ったりします。ファーウイね、ファーウイもね、もう。思いっきり紫でした。ね、捕まる時。捕まった時。ね。もう晩秋ですか。ね、この人も。紫を着てました。ね、エリザベス。ね。まあ、こういうね、フリーメイソリーのあれが。この。この人はかん。 病院の人でしょうねこの横に付き添ってるのはねでこういう風にね赤と青を使いますね混ぜると紫色になりますからねもう晩秋うわっこの人も「ベア」って書いてますね熊つながりですね「ベアなん」なんて書いてるんですかこれは「ウーリーウーリオ」って書いてるんですか こういうところにもつながりがありましたびっくりしました今見てまあ事件なんかでねよくこれはどこのあれだったんだろうなニューヨークであった事件ですか毎回ねこの、えー、やらせ事件の時にねこういうね画像を出してきますなん、えー、くどいほど出してきますこれ紫色なんですね赤と青 混ぜるると紫紫色にななんですすね画面が紫っぽくなりますこれは9月18日マンハッタンであった爆発何年かはちょっと分かんないですけどもねこういうのがありましたこれはトルコのやつかなトルコのテロかなんかかな、ね、これでも紫ですテロなんかでもね紫出て これフリーマイソンリーのロゴですね33ねスコティッシュライトの数そして逆三角形ね下にはリボンがありますねこのねオール・アラケイオスねオーダーアウトオブケイオスオードアブカオねラテン語ね混乱ですよねそれとね今度のサクランボ サクランとねちょっとかけているんではないかとそういうふうに思ったりもしますね。えー、33すぎ日はね警察もそうです。ポリースね。これ33ですよこれね。えー、防犯カメラ早朝の防犯カメラに映った男の映像などを捜査と加藤容疑者逮捕と、ね、こういうふうに防犯カメラをつけた方がいいですよって。ね しかしこれ監視社会なんですね我々が全部監視されるんですね街中にねたくさんつけようと思ってますこれね犯人は全然いないんですねいないんですけどこういうふうにたくさんつけようとしますこれっていうのはねまあ支配層いわゆる支配層っていうのがねエリートがね、えー、大衆の行動 チェックしししてコントロールたたいいわわけけでですすね覗き見したいわけですそれでよくこの CCTV ね CCTV ってありますけどもこれもね CC は33ですから 33TV になるわけですね C はねコカ・コーラなんかでもそうですけども、えー、ア,ルファアルファベット順です3番目ですからなので CCTV 使ってますねこういう CC っていうのを使ってますね クレジットカードもそうです CC です、ね、血のついたゴルフクラブ見つかると背後からゴルフクラブで殴られ殺害されたかと、ね、このゴルフクラブゴルフクラブっていうのもね数比で調べますするとね33っていうのが出てきますねこれピタゴラ数比ですねゴルフクラブリデュース 33数日です、ね。でこのマンションね遺体の後頭部に激しく殴られているようなこういうマンションだったみたいですけどね123123456階建てぐらいですかねああ 6, 6が出てきますねやっぱねここに、えー、なんか、ま、書いてますサンライズマンションビルですね。 サンライズマンションビルと書いてますねそしてこのサンライズね33ですよ、ね、サンライズね、えー、これ47ですねさっきも出ましたけどコンパスの開いた角度47度って言われてますねこれね直角定規と開いたコンパス は1巡目は G は7番目かな2番2巡目は33東根駅前東根駅前ですねこれ住所は東根駅前これ47ですねカルディアン数字ですねこっちがね東根駅前47ですねカルディアンそして 千恵美矢口千恵美矢口矢四47になりますねこちらもこれはえー、アルファベット順換算ですね大きな矢口矢っていうのは47矢口矢口っていうのは今度ねこれもアルファベット換算逆の74ですねキリストと一緒の 数じゃなかったですか74はそれの逆をやってるわけですね、えー、これ47ニュースね、都道府県日本に47都道府県ありますけどもねこれ47都道府県は47ですよね47ニュースがねこれ、えー、その事件後にねたくさんやってましたね、わざとやってるんですね47出ましたよ てるわけですこれは5月19日にもうねその日に、えー、配信してたようですえー、これはあれですねまとめですけどさくらんぼさくらんぼ駅、えー、東根駅近くでね 300m 東でしたからねで犯人は、えー、最初に3階に行ったと。 サ,ンサ,ンですね、サクランボ東根駅、ね、これ66になります今度はカルディアンですね66カルディアンですさくらんぼを今度入れますねさくらんぼ東根駅、ね、こういうのとえー、ねさくらんぼ東根駅死ねっていうのもあれですよね死ね死くださいの死ねですね66 カルディアン。ね。さくらんぼ東根駅今度はピタゴラスピタゴラスでは今度は99になりますね。カルディアンとね、えー。カルディアンとピタゴラスが反対になってるわけですね。こっち99です。こういうのもね。考えて作ってるんではないかと。最初からね。駅の駅自体もね。そういう風な数比がよく絡みます。 まあフリーメイソンリーですからね鉄道っていうのはねまあ,あもろ絡むんでしょう,そう,いうそういうのをまず考えるんでしょう山形県東根市、ね、東根市これも66ですねカルディアンねぴったしはマりますね山形県東根市舞台66ですねここにもねロイヤルアーチと書いてますけどもこれ。 69になりますね縦,縦にするとね96にもなりますし陰と陽み,、ね、みたいな感じですね陰苑みたいな感じですねフリーメゾニーロイヤルアーチ下にはデュアリティのチェックボードシンボルえー、最後かなこれあ最後ですけどねこのインタビューに受け,受けてる人、えー、矢口石を知る人とありますけど まさかの山山大生容疑者逮捕衝撃広がる女性眼科医殺害と、まあ、この先生矢口さんを、ね、知る先生この矢口の言い忘れましたけどスリランカのねテロこれね KDDI の人がね KDDI 池田大作ね KDDIAU 池田大作池田大作ですかねこれに勤めている、えー、矢島 和でしたかねこの人がね、えー、負傷してましたけどもこの矢つながりなんですねこれもね、えー、これねなんて書いてるんでしょうね岩手って書いてますよね一関ですねこれね一関ですねバスケットボールチャンピオンシップといつ頃あったのか知りません まあこういう風なのもね、えー、次はもしかして岩手で一ノ関で何かやらせが起こりますよというね暗示かもしれませんねこういうプレディクティブプログラミングですねねえね、ー、造の予告プ,ラプログラミングこれをねやってるのではないかとちょっと考察してみました、ね、予想してみました とということで当たるかどうかわ分かりませんけども、えー、いずれそういう事件もあるかもしれませんね。まあ、ということでねちょっと長くあ長々と話しましたけどもまあこういうのがねどんどん増えてきます。ねえー、詳細の方にね、えーまあ、名前つながり、ね、シナリオライターがどういう名前を遊びをしている最近しているか令和後にね えー、やってるかっていうのはね、えーまあ、は貼り付けておきたいと思いますね、えー、そしてこう、うん、更新していきますね、えー、そういう名前が出るたびにね、えー、もう完全にねやらせ事件はね名前が関連付けられてますからね、えー、ということで、えー、終わりたいと思います。 ご視聴ありがとうございました。それでは、また。